4年連続 SQS 班ねじ込み清水ひろと選手でございます。どうもよろしくお願いいたします。どうですか最近は。踏んだり蹴ったりって感じですか。さあ清水選手なんですけれども、1994年11月9日山口県防府市で生まれます。花の都大都会の防府市で。花の都は大体東京で使うんですけど、これね清水選手またね、この1994年っていうのはですね、このフィギュアスケート羽生結弦選手とかですね、メジャーリーガーの大谷選手とか、これ世代一緒なんですよ。この辺これ意識されたことありますか。同年齢っていうのは知ってますけど。ええ。はい。あの、雲の上すぎて。ええ、ご自身でもだって一流アスリートの気持ちあるでしょ、それは。SQS さん4年やってたら。いや、全然ないですね。そんな自覚も1ミリも ないですね。子供の頃スポーツは何かやってらっしゃったっすか。柔道やってました。年長から中2ぐらいまでです。最初のきっかけって何ですか。ちっちゃい時に、あまりにも体が、弱すぎて虚弱体質だったんですよ、うんうん、で多分両親がこれじゃまずいみたいな感じになって始めたのがきっかけだったと思うんですけどね。まあそこまで続いてるっていうことはもう本人的には楽しかったっていうことで。いや全然楽しかったですね。でこの頃からはもう競輪選手になろうとは思ってらっしゃったんですか。競輪選手になろうと思ったのは小学校、はい、4年生か5年生ぐらいの時でしたね。高校2年生の時に山口国体があったんですけど、はい、だから10年後に高校2年生ぐらいになる選手をこう小学生の時は育成しましょうみたいな、でその自転車教室があったんですよ。はいはいはい。それを友達に誘われたのがきっかけで、僕柔道やってたんで、はあ、基本的にもう柔道とか結構練習とかあれば休めなかったんですけど、はあ、僕の柔道やってたスポーツクラブって、その監督が、はい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 、高校の先生で、はい、その高校生がたまたまインターハイに行って、その3日間とかいなかったんですよ。ほう。ここで柔道の練習が多分あれば行ってないと思うんですよね。なんかすごいな。競技用自転車に乗ってみて、ロードレーサー乗ってみて、まあだんだん自転車に乗るのも慣れてきて、で最後タイムトライアルしてでみたいな感じで。楽しかったっすね。片や自転車楽しいで、片や柔道面白くない。ほんとタイミングは良かったですね。多分それ行かないと競輪の毛の字も知らずに今ね、その辺でプラプラ生きとんじゃないですかね。ここでその知るんですか、佐藤慎太郎選手というのを。ファンレターも送ってたぐらいのすごくファンだったと。あ、そうですね。保健所来た時にそう、なんか出待ちみたいなんで、そういうなんかファンレターを渡したりだとかした記憶はありますね。佐藤慎太郎選手のどんなところに憧れたんですか。まあ、背もちっちゃくて。あ、なるほど。で、自分もちっちゃかったんで、なんかそういう選手も活躍できるところがかっこよかったりだとかっていうのが幼心であったんですかね。それで高校へ進学すると。はい。どちらの高校ですか。精鋭高校っていう山、はい、大牛の高校です。これなぜまたこの精鋭高校選ばれたんですか。競輪学校受けるには高校の資格がいるから高校に行くみたいなもんやったんで。インターハイにも出られてますよね。高校1年生の時のインターハイ沖縄だったんですよね。はいはいはい。で、そう、とにかくそれでインターハイ出たいと思ってて行ったら優勝して、おー、なんかちょろいなと思って。選手になるための何かこう行っていた練習とか。まず早朝5時ぐらいからこう車誘導で引きずり回されて、その車の後ろついて山登りだとか、うん、まあそれパパッとこう2時間ぐらいやって、高校行って、まあ夜まあ部活として活動してっていう感じですかね。主に朝のこの練習のパートナーはもう一人でやるんですか。元選手の、はい、大林さんっていう方がいるんですけど、はい、その人に車で引っ張ってもらってたんで。へえ。その大林さんの弟子の、まあ今の僕の師匠になるんですけど、栗村さんだとか、
じゃあもうその時から一緒に競輪選手の方と練習するっていう環境ができてたわけですね。まあそうですね、はい。じゃあなんかこう恵まれてるというか、なんかこう導かれてますね、そっちにね。いや本当そういう意味では周りの人に恵まれてるのはすごいありましたね。そして競輪学校に今入学するわけなんですけれども、鳴り物入りで入っていくでしょ、はい、だってこれは2週間遅れて入学したんですよ、怪我して。あ、そうなんすか。はい、どちらかというとこう鳴り物入りっていうよりかは怪我して遅れてきたやつみたいな本当鮮明に覚えてるんですけど、はい、2週間遅れて入った時にもう授業やってて、みんなそこになんか教官と行った時にこう清水ですよろしくお願いしますって言った時のなんかなんていうのかな、ちょっと気まずさみたいなのもうめちゃくちゃ覚えてますよ気になる存在とかいましたか、同期で。野口大成さんと伊早坂がもうずば抜けてましたね。もう伊早坂はちょっとほんと化け物みたいな感じでしたよ。そしてこれ競輪学校順位は4位ね。デビュー前の時点でのこれ目標などあったんですか。なんか師匠に、はあ、優勝するまで坊主なって言われてたんでなるほど、はい、とにかくとにかく早く優勝しようっていうことで僕坊主が本当に嫌なんですよ、頭の形がめちゃくちゃ悪くてでまあとりあえずデビュー戦で優勝できたんですけど。そうですね、だってもうピンピンピンって完全 V ですよこれ。優勝した後これ師匠のとこ行かなきゃダメじゃないですか。髪の毛はまあもう映像みたいな感じだったんですけどこの頃は、まあ、競輪とはどう向き合ってましたか、清水選手は。あ、チャランポランでした。まあ練習とかも別に何にも考えずに、ただ競輪場行って、ただみんなとやって終わりみたいな。それがこう変わるきっかけみたいなのがあるんですか。え、まあそれ SQ 上がった時に、ああ、全く勝てなかったんですよね。はい、こっからですかね、ちょっとじゃあ面白くないなと思って、はい、で SQ で最初勝てない時もまあ慣れたらまあなんとかなるやろうぐらいにしか思ってなかったんですよ。それがもう気づけば半年一着がないみたいな。おお、これはちょっとまずいなって思い出してからですかね。何かを変えたりとか。まあ練習はとにかく朝から晩まで、まあ、師匠と早朝バイクやって、朝から練習来る人と練習して、ちょっと休んでまた夕方練習してとかっていう繰り返しで、まあなかなか結果はもうすぐすぐは出なかったんですけど、パンとこう半年ぶりに一着取ってから、その次の場所でポポンと決勝を乗って、そっからちょっと軌道に乗り始めたっていう感じですかね。2018年にですね、全日本選抜で、G1 に初めて出場されます。はい、でその後この G1 の常連になるわけですよ。その年の後半がもう怒涛の勢いみたいな感じだったんで、自分の脚力は上がってってるような自覚はないのに、成績がすごい良くなってきて、うん、本当怖いも知らずだったっすね、その時はデビュー4年半で、G3 初優勝、しかもこれ地元の抱負、当時のこと覚えてらっしゃいますか。なんていうんですか、人生で一番嬉しかったじゃないですけど、はい、こんなことあるんかみたいな。そして賞金ランキング8位で初のグランプリ出場ってなるわけなんですよ。その2018年の年頭にグランプリ乗るとかって一切思ってなかったです、気づいたら出てたみたいな感じです。なんかよく夢じゃないかどうかで常来るって言うじゃないですか、うん、なんか俺多分やったっすもんね、常食ったっすもんねその後も2019年も賞金ランキング2位で2年連続のグランプリ出場というなるわけなんですけども、はい、ここで清水少年が憧れていた佐藤慎太郎選手も13年ぶりに来るわけですよ。まあそうですね。ね、まさか一緒に乗れるなんて思ってなかったですよ、みたいな。まあ自分がグランプリに乗れるような選手に、まずなれるっていうふうには思ってなかったんで、はい、っていう、なんかそういう話は、なんか嬉しいですみたいな話はしたような記憶がありますけどね。少年の頃なんか手紙の内容で、
俺なんか佐藤選手の前走りますよみたいな、将来そう、慎太郎さんの前はグランプリで先行できるように頑張りますみたいな文は書いたと思うんですね。ね、その手紙書いてるんですよね。はい、でもグランプリじゃあ最初から最後まで僕より慎太郎さんの方が前におったっす。2020年全日本選抜でデビュー5年半で G1 初制覇、ここで取ります。こう SQA3 になって、ええ、まあ、2019年1年間戦って、はい、こうだん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 タイトルっていうものがこう自分の中で近くにあるなっていうふうには感じてたんで、でまあそろそろ自分もっていう気持ちはありましたね。自分ではこれ長かった、はい、それとも早かった、どう捉えてますか？いや、早すぎでしょ。ちょっとうまくいってきてますね、本当に。その後、サマーナイトでも松浦選手のゴールデンコンビで G2 も優勝されます。そして3年連続となる競輪グランプリ出場。まあ、その松浦さんとの連携で優勝できそうなところまではこう、まあ、ラインの力でなんとか いけたんですけどね。でも、あのグランプリに関してはもう、しょうがないかなっていう、うん、なんか終わってからもう悔しいっていうよりかはもうなんかすがすがしかったですけど。さあ、そして3年連続 SS として迎えた去年、2021年はウィナーズカップで優勝、地元抱負記念では4連覇。本当初めて、まあ、抱負記念優勝した時にまさか4年連続で自分が抱負記念優勝できるって思ってもなかったんで、もうそろそろもうちょっと荷が重いですね。去年は G1 タイトルこそ獲得できませんでしたけども、賞金ランキング6位で4年連続4度目のグランプリ出場を果たしました。まあ結構賞金ランキングは去年は混戦だったんで、ね、結構後半3ヶ月ぐらいはちょっときつかったんですけど、ここはやっぱ清水選手も意識されてましたか、その後半。あ、気にすしたくないですけど、めちゃくちゃ気にしました。グランプリのオルトのランジャー、ちょっとね、だいぶ差があるんで、うん、グランプリ乗りたいと思って選手やってますし、本当グランプリは全然、ね、自分のレースもできずに終わってしまって、うん、なんか悔しさしかなかったグランプリでしたね。年明けてからの調子、清水選手。いやー、ちょっとなんかピリッとしてないですね、ずっと。グランプリ乗れって一安心したところが多分あったんですよね。まだまだこう気持ちが乗っていってないなっていう。じゃあそのままの気持ちで、全日本。で全日本選抜になったらピリッとするんかなって自分で言ったんですけど、はい、はいはい。その G1 ですら全然なんかピリッと来なかったので、うん、ちょっとやばいなっていうのは今感じてます。今までで一番悪いかもわからないですね、調子が。こう自分なりに今対応策というか、なんかこう試行錯誤してることあるんですか？まあちょっと練習方法を変えてみたりだとかはしてますけど、ちょっとバンクでしかやってなかったんですけど、はい、まあちょっと外で道路で乗ったりとか。ああ、いいですね。名古屋終わってからはちょっとやり始めました。それでちょっと気分転換にもなったんで。ああ、はい、いいじゃないですか。今のコンディション、これ10段階的にどれぐらいですか？2。え？ 2。全日本選抜の時の行く前はどれぐらいですか？それ足の状態は本当悪くないですよね。ああ、なるほど。足は軽いんですよ、ずっと。うん、うん、うん。今、通算勝利数が198ってきてるんですよ。ああ、そうです、はい。あと2勝で200勝。はい。これ取れたらいいっすね。まあ、ちょっと宇都宮でなんとかしたいですけどね。ねえ。で、この宇都宮競輪場、これ、もしかして初めて、もしかして宇都宮行かれますか？初めてです、はい。うわー、ここ行くと、これで全部制覇するんですよね、場を。で、全場ですかね。で、しっかり練習して、まあ、またいい時のようなレースが見せれるように、しっかり頑張ります。お願いします。